作ったやつだね。これを今からほぐします。どんなお酒を作りたいからどういう作りとかそういう配合にして、でそれをもとに倉本さんと相談して、じゃあこのコンセプトでいきましょうというようなことをやるわけです。できるだけ自分たちで決めていく。それが学生さんが作る我々の大学のお酒という売りです。日本酒の伝統的作りの木元作りに参加させていただいて、木元作りで酸が出るので甘さを出して、酸と甘さを調和させて濃い味付けにしたいと思っています。